まとめます。去年のキャラなんですけどね、ようやく引けたので検証しました。でまず、バースト効果、自分に通常攻撃ダメージプラス付与。で、これ効果量が10万で、効果時間は3ターンですね。バーストターンを含むので、バーストしてバフがついて、次のターンステータスで確認すると残り2ターンになってる感じですね。バーストの後に通常攻撃はできないので、2ターン分効果があるという感じです。はい。で、1アビ。自分に極王衆付与、エナジードレイン付与。で、極王衆の方が、ヒットポイントが100万ターンか、それ未満かで、効果量が変わる追収といった感じですね。で、ヒットポイントが満タンの時は、通常攻撃の 100% の追収が入るんですけど、上限が35万なんで、通常攻撃が35万を超えてくると、追収はまあ35万で頭打ちという感じです。で、100% を切ると、効果力ガタ落ちしまして、通常攻撃の 20% の追収になります。でただ上限は10万あるので、まあ普通の追収ぐらいにはなるかなという感じですかね。で、エナジードレインは、4ダメの 10% 上限100なんで、まあ、ちょっと少なめかな。あ、ちょっと先にアシスト見るんですけど、確実に3段攻撃発動するんで、上限100なんですけども、最低でも300回復ですね。まあ最大も300なんですけど。でそこからアセンションで最大3倍なんで、900回復まではいけるという感じですね。はい。で次、ニアビ。機関隊に風属性ダメージ、通常攻撃耐性ダウン、専用必中。まあ、おなじみですかね。まあ、通常攻撃は全体だったり単体だったりするんですけど、サタンは残念ながら単体と。まあ、というわけで、ついこの間までやってた、測定ちゃんはね、複数ターゲットに対して単体なので、通常攻撃耐性ダウン持ってるのに、全体のデバフ持ちを引っ張ってくるということが行われてたみたいです。あ、で、これのダメージ倍率が2から 2.5 倍。減衰がちょっと映ってないですね。40万です。あ、さっきの追跡も上限が映ってなかったかな。はい。で、ダメージ、あ、通常攻撃耐性はマイナス 20%。まあ、これは他のと同じですね。光の空風鈴のやつと全く同じになってます。で、3アビ。自分に通常攻撃性能アップ。で、これが、通常攻撃ダメージプラス 20% の、ダメージ上限プラス 10% ですね。これの効果量自体はそんなに高くないという感じです。で、さらに、通常攻撃発動。で、さらに、自分の強化効果が10以上の場合、2回発動。あ、通常攻撃が2回発動ですね。というわけで、自分だとちょっと10個はつけられないと思うんですけど、他のね、キャラからバフもらって10個あれば、一気に通常攻撃2回叩き込める。しかもアシストで確定3段なんで、絶対6回攻撃できるということで、まあ、かなり強くなってるみたいですね。ただ、この性能アップのバフは、ほんとおまけ程度だと思います。で、すいません。アシスト1で一つ触れてなかったんですけど、バーストゲージ上昇量大幅ダウンっていうものがありまして、3段しか出ないんですけど、3段攻撃しても、通常だと5しか増えないぐらい、めちゃくちゃ下がってます。で、なんか 81% 以上下がってそうなんですけど、なんか、バーストゲージ上昇量アップのバフが一つでもつくと、マイナス 80% になってから計算されるみたいで、ちょっとなんか、計算合わないところがいくつかありましたね。まあ、なので、なんか、アクセで、バーストゲージ上昇量アップ一つでもつけると、3段攻撃で5増えてたのが6増えるようになります。
で、ただし、そのアクセなしで、プラス 30% つけても、ちょっと計算ができなくなっちゃったんですけど。こう、あ、一発2に対してさらに3増えるんで、15ですね。になります。算数大丈夫かな？小学生からやり直さないといけないかもしれない。まあ、あんまり上昇関係ないと思うんですけど、なんか変な計算されてるのはちょっと覚えておいた方がいいかもしれないですね。で、最後にアシスト2なんですけど、ちょっとこれでね、だいぶ盛り上がりまして、パーティー全体の風属性、キャラのダメージ上限アップ、サブメンバー時にも発動。で、効果量は 5% でした。まあ、ここまではいいんですけど、サブメンバー時に発動って書いてあるんですけど、今サブメンバー時に発動してませんでした。ちょっとこれがいつからかわからないんですけど、とりあえず今は発動してないので、上昇目的でサブに入れてるのは、ちょっと今のところ効果ないみたいですね。まあ、さすがに不具合だと思うので、次のメンテまでには治ると思うんですけど、ちょっと気をつけてください。後でお便り送っておきます。はい、以上かな。まあ、この前の競技会でも暴れてましたし、塔もね、このサザンのおかげで、25回一旦行ってきたりとかなり強いみたいですね。まあ耐性ダウンしつつ2回発動ですからね。でさらに普通に通常攻撃もあるわけですし、まあ強いですね。あれなんか単純な性能だと水のパールバティの方が強いのかな。あれは通常攻撃が2回発動ですかね。これは、即時通常攻撃が2回発動になるんで。うん。まあでもサタンはね、他のダメージ上限も上げられたりと、いろいろあるので、単純な比較はできないんですけど、まあ風パで通常攻撃やるなら欲しいキャラですよね。